フォークソングの祖はこの曲である。この1960年のヒット曲です、はい、それから12年後1972年タッシャベナーに対するあの一つの答えがあのフォークソング、あまさにタッシャベナーはフォークの祖だったんだなっていうのが出ます。この72年にフォークの元気ですよアルバムがあの40万枚売れて、それから15週連続あのヒットチャートのトップだったんです。それが吉田拓郎さんの元気です。あのだから達者でなって言われたわけじゃないですか。ビファインって言われたんですよ。あのおそらくそれはよかったね。あんた思いっきりこじつきもええとこや。ほんまもう笑うてまうわ。その通りだなと思った。でこれは重要だなと思うんですよ。でここが1972年がフォークソングの、その後もいろんなフォークソング出てきたんですけど、やっぱりこの、元気ですが頂点、あのフォークソングの頂点だった。でその後にもいろいろな方いらっしゃいましたけど、あの一番だなと思います。ちょっとだけこれ聞いてみましょうか。はい、4曲目か。一つのリンゴ、君が二つに切る。僕の方が少し大きく切ってある。そして、かじる。